さあ始まりました猫図鑑、本日はプロテリアル安木工場さんにやってきました。すごい。こちらですね、さまざまな分野で使われている高品質な鋼をつける鉄鋼メーカーさんなんですけども、ネゴさんがいつもお世話になってる会社さんなんです。お世話になってる。はい、なってるとは思えんもん作ってるけど。巨大ロボ工場だろ。すごい。どんぐらいお世話になってるか詳しく話を聞きに行きましょう。はい、出発します。出発します。ちょっと静かなところで撮ればよかった。この番組は私ネゴシックスがいろんな場所を訪問し、その感想をイラストにして図鑑を作っちゃう、その名もネゴ図鑑。いやあ、どうもどうも。はじめまして。あ、どうも。夜勤研究所で研究所員をしております平尾と申します。平尾さん、あ、どうも、ネゴシックスと言います。本日はよろしくお願いします。お願いします。なんかいつもお世話になってるという、はい、ことで。そうなんですよ、ネゴさんがいつもお世話になっている金属を、僕いつもお世話になってるこれ、はい、嘘でしょ。まず A の鋼、はいはい、どういう製品に使われるか分かりますか。でもまあ安木鋼って言ったらこう刃物だね。あ、素晴らしいです。包丁。はい、うん、ちょっと違うんですけれども。違う。違う。大体実はこちら、あ、ヒゲ剃りの替え刃材として使われている。これになるんだ。使ったことありますよね。いや、もちろん。こういったところで我々の材料がネゴさんの役に立っているということになります。では次、 B の鋼、ネゴさんが今日、はい、うん、東京からこちらに来るときに使われた大きいもの。大きいもの。俺熱気球で来たからな、はい、熱気球で。ちょっと思ったのと違いますね。飛行機。そうです、飛行機のエンジンに使われている。これに使われてるんですか、鋼が、はい、で最後こちら、今まさにネゴさんがお世話になっている、うん、今、はい、今ちょっと待って、今なんだ。今このまさにカメラで撮影したものが映るテレビ。あ、テレビ。テレビの部品として使われる。うわ、すぐ答え教えてくれる。今日一日の流れを思い出してもらうと、はい、朝ヒゲを剃って、はい、まあ、ヒゲ剃られてないかもしれないですけど。剃ってない。だってもう5時に出てきたもん。ヒゲ剃られて、東京から飛行機に乗って、で、はい、今まさに映っているテレビの部品として一日中猫さんのお世話をしているかもしれません、うちの鋼は。おはようございます。ありがとうございます。今回3種類だけですけれども、はい、メーカーさんからこういう製品が作りたいからこういう材料をくださいっていう要望を受けまして、あ、それに合った材料をオーダーメイドで作成して。変わったもんがあるんですか。結構あります。オーダーはあります。この番組のね、グッズを鋼で作ったり。ぜひぜひ。猫図鑑グッズ何もないでしょ。何もないです。この番組のポスターとか貼ってないよね、TSK とか。ないです。何にもないよね、はい、ちゃんとした番組これ。ネゴ図鑑ということで、できました、こちらでございます。はい、ババーンと、お、鋼土壌すくいセット、やっぱ安木なんで作っていただけたらと思う。ありがとうございます。新しい製品として、はい、激重ですけどね。大丈夫でしたか。はい、素敵なイラストありがとうございます。あ、よかった。どうですかね。ありがとうございます。不安になって拍手求めてるじゃないですか。ひねり出してもらって。